こんばんは。1月18日月曜日の夜でございます。平山茂です。こんばんは。どうも。いやー、仕事始まりましたね。本当にお疲れ様でした。そしてお帰りなさい、お帰りなさいね。お疲れ様でした。私は今日も同じ場所でぼーっとしております。いやー、ちょっと今日ね、寒いですからね。本当に皆さんも早く温まってくださいよ、ね、で美味しいご飯食べて、あったかいお風呂入って、ね、また明日も頑張りましょう。はい、すいません。今日はね、ちょっとピクニック一人でやってるんですよね。ちょっとこのジョージアのブラックコーヒー、それからね、大好きなココナッツサブレを食べております。いやー、このコーヒーブラック派なんですけど、僕はやっぱね、お供にするにはやっぱ甘いのがいいんですよね。まあ和菓子でも別にいいんですけど、まあこういうビスケットとかチョコレートとか、まあ甘いの食べたいんで、どっちかというと甘いのが食べたいからブラック飲んでるって感じですかね、僕は。うん、何の話をしてるんでしょうかね、本当に。うん、うまい。うん、大丈夫ですね。大丈夫。ワンちゃん来た。わあ、すごい。わあ。全然大丈夫です。かわいいね。あ、犬いないです。くりくりくり。全然全然。お茶してるだけなんで。そうですよね。楽しそうにしてるもん。楽しそうだね。はい、いや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 。はい、いやいやいや。休憩してるところ。全然いいよ。もう嬉しいのね、やっぱりわかるね。天気もいいしね。嬉しい。犬が犬がやっぱり好きな人だわかるね。いやいやいや。大体来ないんだけどね。こんなにさ、近づいていかないんだけど。はい、はい、はい。びっくりしちゃった。ここは休憩するにいいね。ちょうどいいですね。私もね、ちょっと斜めだけど。斜め、そう、ここでここからずーっと息してきて、この辺でちょうど中間になるのね。だからね。そう、ちょっとね、見晴らしもいいし。そう、見晴らし。あんまりね、人もいないし。そうそうそう。ほんでね、僕もお気に入りで。あの辺りからね、ここ一面ずーっと、もういい関係がね、去年の秋、綺麗だったもんでね、紅葉。紅葉がね。うん、写真何枚か撮ってね。確かに。やっぱりカラスが多いですね。あ、カラスが多い。ね。カラスが多いでね。変なもの持ってたら、うわって来そうで。来る。今とこ、ま、今のとこ大丈夫ですけど。1週間ぐらい前かな。猫ね。ここの公園、もうちょい一番向こうの公園、恐竜が2匹、あの、はいはい、坂上がったところに広場あるじゃん。うん、あそこのところに猫死んでてね。あ、そうなの。で、ちょっとうわーと思って見に行ったんだ。本当カラスがつっついた。めちゃくちゃ内臓が飛び出てた。だからね、もうこいつらね、餌を探す、もうねぐらい帰るけど、うん、そうですね、もうちょっとしたらね、うん、もう餌を探します。この子だって、猫なんか、猫このくらいの猫なんかもう一発で殺されちゃうっちゅうもね、弱ると、まず目を狙うでしょ。あ、猫は目を、猫カラスは目を狙ってきて、もう分かるらしいね、弱ってるとか。そうなの。うん、そうすると最初に目を集中してきて、で数匹が、だから子猫なんか捨てられてたら、もう早く見つけてあげないと、すぐにもう餌食だね。怖い。
怖い怖い怖いです、ね、まあ人間はねあのこうやって棒とかいろいろ石で追っ払われるもんでね、まあまあ、さあお邪魔して終わりですね。いやいやいやありがとうございました。いやいやいやちょうどいいでしょ、はい、バイバイ。自撮りして YouTube ですか。そう YouTube ね動画撮ってるんです。すごいすごい本当にいやあのこれ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 なんか何撮ってらっしゃるかと。もうただもうずっと喋ってるだけです。どんなこと喋るんですか。いやどまああの、うん、世相、うん、全然あのもうシンプルに、なんか大丈夫だよって。あ本当すごい。いいいい、うん、それであの携帯のあれに携帯にそう携帯からアップしてでまあ誰でも見れるように。あそうすごいね。頑張ってます。最近多いもんね YouTube の人がね。そうですね誰、うん、趣味みたいな感じでできるし、うんうん、その YouTube でお金を稼ごうとかって思ってたら孫が言うには、うん、何万回じゃ何それをおばあちゃんそういろいろ、ね、すごいよってそんな暮らしな1円とか2円しかもらえとかやるとか言ってなかなかね大変ですけどね。だから楽しみでやるんだよね。そうそうそうだね、うん、じゃあこれだけじゃご飯食べてていい。まあ、もう全然全然まだ僕も始めて間もないんで。あそう、はい、お料理をやったりさなんかいろいろやったりね、うん、いいねたのあの趣味兼ねてね実績とね。今あの撮影中なんですけど使っていいですか。いやだ私犬使ってくださいよ顔は映ってないんで。あ顔は映ってない。声だけ誰とはわからないです。よかった。この場所がどことも言ってないんで。あ言ってない。よかった、はい、じゃあこうして喋ってるのがもう全然本当にいいですよ、はい、別に私なんか変なこと言いました。言ってないほんならいいか70のおばあさんが変なこと言った。いやいやいや全然大丈夫。あ本当よかった、はい、辻褄が合ってること言ってます。大丈夫あーセーフね。あよかった。ノーカットでお届けします。あそうですかいつ乗るのとか言ってもう多分まあ今日にはアップするんですけど。いやすごい本当嬉しい。そういういろんな人とさここであの散歩してると出会うね。出会いがとにかく多くて ね、はい、でこの子のこれ今日これ美容行ってきたばっかなの。それでねちょうどいい綺麗でそれでねあのこののもねまだこっちの方へ来て間もないもんで私。あそうなんですか。だからねあの美容院がねどこか分からない。じゃここずっと散歩してるお友達ができて、はいはいはい、教えてもらってでもう早速今日ねその人の紹介だもんで、はい、すぐに空いてる時間を入れてくれてでトリマーも人忙しいのに、うん、やってくれてで今日、ね、ほやほやですよほやほや美容院バッチリじゃないだからね、バッチリだね。すごい嬉しい。やっぱりよいしょあのこうして散歩してるといいこともあるんだなと思って。そうですね、うん、いや嬉しいです。僕もいろんな人とでもう一人の人もね仲良くなったり、うん、全く一人ぼっちかなっていうか思ってたら結構同世代の人と犬が取り持つ縁っていいね。そうですね、うん、犬が、うん、取り持ってくれてあの動物の好きな人には悪い人はないっていうか、うん、そういう人たちと出会いがあって。で僕も最近名古屋にもともと地元は名古屋なんですけど、うん、東京に住んでて、うん、ちょっと最近戻ってきたんです。また戻って U ターンしてきたんですね、はい。改めてこの名古屋地元のふるさとがいい。そうですね。あやっぱしね、はい、東京は緑がないもん。まあねちょっと ね、うん、こういうところに比べるとうちの息子と同じくらいかな、うん、思った。僕今40歳です。あそうじゃうちの息子は46年生まれだで49だね。そんなでとんでもないとんでもない大先輩でした。40歳か40です本当、はい、若く見えるでちょっと頭やっとるでうちの孫がね20歳今年の20歳の成人式やった中の子はね、はいはい、金髪にしとんだわうちの今金髪大学生が金髪大流行りなんだって、今年はだから、まあ、確かにかなそうそう僕はねちょっと若く見られたいなと思って。見られる見られる。あ本当ですか。全然見れますうんよかった。まあ私が20歳生二十歳の孫と一緒ぐらいかしらってお世辞抜きでよしだから下はそのぐらいでもうちょっと見ても30そこそこだよ、うん、いいじゃんすごい、ねうん、顔もイケメンだし。いやいやいやもう彼女の兄弟です。彼女はね、まあ、なかなかできないんですよ、うん本当やね、まあ頑張ってね、うん、あんまりなんて言うんだろう簡単な気持ちで作ってさ、そうですね、彼女をさ、うん、それでまた簡単にこう別れるっていうのもなんか味気ないしね。そうですね。やっぱり愛情は
うん、もうなんか少しずつ育てていくっていうか、そうですね、そういうのがいいよね。長い目で。長い目で。はい、ね、でないとあのお互いに傷つくもんね。そうですね。だけどやっぱりあのそういう嫌なものを避けてたら、うん、あの幸せってつかめんもんで、それにやっぱり自分で幸せっていうかそういうものはつかめなきゃね。それで掴んだら逃がさんようにしなきゃ。それでないと誰もそういうものを作ってくれないからさ。ね。なるほど。うん、だからあの、うん、傷つくことを恐れてたら掴めんでね、うん、難しいねその辺がね、うん、だけど多分大丈夫よあなたなら。頑張りますこれの人と思ったら逃がさないように。そうですね、本当に初恋は実らないって言うから。まあそうですね、大抵初恋はね、はい、実らないけど、まあね、うん、出会いを大切にしたいなと思いますね。そう、そうなんだわ。そう、恋愛だけがね人生。昨日ね、あのホストのローランドって知ってる、はいはいはい、あの人とね林先生のね林修先生の、はいはい、対談をテレビでやってた、はい、で、あれでもローランドさんっていいこと言うね。あの、うん、林先生がね、あの結婚とかあの人は何でも叶えちゃったけど、そのあのローランドはね、だけど唯一結婚はどうなんですかって聞いたんだろうね。そしたらあの僕にはね、僕は家族はとても大切にすると、あのだけどあの少しぐらい一つぐらいね、あの自分があのそれこそあの難攻不落っていうか、できあの登れない山ってあるじゃない、うん、登れない山があってもいいじゃないですか先生って言うんだよ。でそれって難攻不落のお城みたいですねってかって言ったの。そうです。だから結婚もね、あのまあ登れない山に例えてそれぐらい一つあってもいいじゃないですかっていうことをね、あのやっぱりホストの社長やってたくらいだからさ、すごい言葉の重いこと言って、でだから僕はあの結婚よりももっと他の美学とかね、他のポリシーとかそういうものが今のところはあの生きがいみたいに、結婚だけが生きがいじゃないって言ってたから、さすがやっぱりリーダーだ、リーダーっていうのはこういうホステスのさ、ホストさんを束ねて ね、やる人だから。ローランドさん、ただのアホかと思ったらそうでもない、ね、見た目かだけで見るとね、本当に、うん、そうそう見た目だけでね、うん、と思ったらね、喋るとね、芯はねものすごくいい、あの重いね、あざもどき私らぐらいなんだ、長く生きてきた人間でもね教えられる、うん、教えられたなっていうこといっぱいあるもん。だからやっぱりあの東大出た、ほらいいとこ出たって言う人ばっかりがエリートじゃないってことだね、うん、そういう人たちよりも実際働いていろいろな裏と表を見てきた人がね、うん、言う言葉って強いよね。そうですね、やっぱりね、うん、そうなのよ、うん、だからあの頑張ってください頑張りますなんかそこでやってるとさ、はい、いかにもね、あのなんだろう、あのとても和尚さん、和尚さんというかさ、いやいや法話をする和尚さんっているじゃない、はい、そうですね、あのもう悟りを、はい、ああいう人みたいで到底及ばないですよね、到底及ばないんでいいんだよ、本当ふざけたことしかしないんで、いい、それでいいんだよ、はい、ふざけて人を楽しませるだけでも王様って言ってた。だって王様ってね、人をそういう風にさせる、堅苦しい王様よりずっといいよね、面白い王様ってね、うちに来るあの王様に堅苦しいんで早く終わらんかしら。そうですね、楽しい方がいいですよね、楽しい方がいい。それでね、あの堅苦しいのを30分ぐらい聞いとるのは月に1回来るんだわ、仏様のね座ってね、みんなで聞いてると、もう早くお孫がもうイラ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 って確かにだけど遠くから来てくださるもんってさ、四国から来るんだよ、四国から、すごいす、息子がね新幹線代とさ、新幹線と何だった名古屋駅までのさ、すごいす、あのタクシー代を出してね、あの四国のね香川県、はいはい、あのうどんのうまいとこね、はいはいはい、あそこから来てくれる、すごいっすね、うちのそこあの檀家だもんでね、そこからそこに来て、はいはい、おじいちゃんとおばあちゃんとあのみんなそこで眠ってるもんでね、うーん、月に1回は来てくれる、へー、月1 すごいよ、それで月1回命日に来てくれる、息子が呼ぶんだわ、うん、すごい、本当はボンとしょうがボンとね、あれぐらいでいいんじゃないって言うけどね、いかん、命日に呼ばねえか、呼んでくるたびにあの王様の
こは大きかないかな。でもね、あの、まあまあ、遠から来てくださる、本当に立派なお嬢、あの、あれだよ、地元にも貢献してますって言ってね、すごいすごい、なかなかあの、まあ、まめに来てくださるからこはもうちゃんと聞かれてね、確かにもうちょっと短くしてくれる、ね、そう30分ぐらいは喋ってる長い時1時間あら大変それじゃあどうも、はい、すいません、ありがとうございました。もし、あの、多分今日アップすると思うんですけど、まあ、大高緑地とかで、うん、YouTube で検索すれば出てくるかもしれないです。まあ、多分出てくるとは思います。大高緑地で検索するんだね、これに入れてね。YouTube で。はい。それは何時頃になる？それは分からんね。ちょっとそうですね、夜9時ぐらいになるかもしれない。夜9時じゃ、孫に自慢しよう。声だけの出演です。でもワンちゃんは、ワンちゃんいっぱい映ったから。ワンちゃんは映してね。ありがとう。頑張って、ま、孫に自慢しなきゃ。ありがとうございました。いいお兄ちゃん、かっこいいお兄ちゃんにね、って言うわ。よろしくお願いします。ありがとうございました。福山雅治なんかもう問題じゃない。勝ちました？あら。福山雅治が負けてる。よし。勝った。ありがとうございます。あんな人よりずっといいよ。ありがとうございます。じゃあね。さよなら。はい、また会いましょう。ね。